はい、どうもお疲れ様です。このね、アイデアチェーンってのもなかなかね、興味深いっていうことが昨日分かりました。これはね、直近1週間の価格表なんですけども、ほぼ0円のところからずーっと来てですね、で、一気に150円あたりまで来たんですよ。で、1日2日そのあたりに滞在して、また0円付近に戻ったんですよね。で、これがね、1ヶ月を見るとね、また面白いという、こういうような形です。ずーっと0円なんですよ。じゃあ、価値がついたのが、つい最近なのかっていうと、そうでもなくって、これ3ヶ月をね、出すとね、こういう風になってるんですけども、1年だとどうかと。で、マックスだとどうかっていうと、こうなんですよ。ね。つまり、最初ギザギザと、まあ、不穏な動きをしていて、ドカーンとね、12万5千まで上がってるんですよ。12万5千まで行って、一瞬で戻って、で、また、600円ぐらいをつけてね。で、ぐーっとおとなしくなって0円付近に来て、で、これどのぐらい前なのかわかんないですけどもね。どのぐらい前なんだ。2022年の半ばあたりで750円付近まで来たと。で、また0円ぐらいになって、最近、ね、こう、急騰したっていうことで150円あたりまで来たってことですよね。だから、本当なんか、普段0円なんだけども、なんか瞬間的にガクッと上がるんですよね。その時に気づいて売り込めれば、100倍とか1000倍とか1万倍で利益を出していくことができるんで、まあ今ね、24時間で見るとこんな感じで、まあ0円付近ではないんですよ。12円とかその辺なんですけども、先ほどね、7日間でお見せしたように150円付近まで上がってるでしょ。だから10倍ってのがここ7日間、3、4日前に起きたことなんですよね。で、今、また12円ですか？ 12 円なんで仕込んでおいて、1万円ぐらいね。で、100倍になった時に売るということでね。それ100万円になるでしょ。それを地道に待つっていう方法がありますね。まあそういうアイデアで言っていかがでしょうか。アイデアチェーンです。それでは。